はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。さて本日は私のね、過去の動画でも何回か、ご紹介してますクイヒーペッカボーラーにコウモリを混ぜたこの編成を、もうちょっとね詳しく見ていきたいなというふうに思います。で、まあ、いろんな前回対策陣に刺さる、攻め方ですよっていうふうにお伝えしてると思うんですけども、なかなかね、今になっても決定的な対策をされた配置っていうのに早々出くわすわけでもなくって、まだまだ使えるっていうことと、あと一般的な対策陣だけではなくてサザンクロスとかね、ああいうテンプレ配置にも結構、刺さるので、そこら辺をね、今日は中心に見てもらいたいなというふうに思います。で、まずはね、オーソドックスなアタックから、ご覧いただければと思います。これ私が攻めたアタックになりますけども、プラン的にはまずこの区画をババキンでしっかり処理していく。でここら辺っていうのはベビドラで処理をしながら、ここからですね、一気にバスターを先導させながら、ペッカボーラー、あとは、クイーンだったり、ヒーラーっていうのを一気にねこう出していく、まあ、そんなような今回は、入りの仕方をしています。で、コウモリパートはここからねぐるっとこう、時計回りかなに流すようなイメージですね。ちょっと見てもらいたいと思うんですけども、ね、まずこれ、最初の陸部隊が、かなりまとまって入っていってますよね。ほとんど横にそれるリスクがなかったと思います。これね、ちょっとこの攻めが終わってから、この戦術の基本的な攻め方をまさにできたので、少しご説明を、させてもらいたいというふうに思うんですけども、今中心部で、バスターの中から出てきたアイゴレとペッカ、そのアイゴレが、フリーズ効果発動しましたよね。それを見てからコウモリを放って、ここでトーム、このねトームのタイミングっていうのも一応考えていて、中央の部隊に今、防衛施設のターゲットが集中してますよね。なのでそのターゲットが外れないようにコウモリを出してから、トームを使って、ずっとねターゲットが中心に向きっぱなしの状態を作る、まあ、そんな意図があって今の順番でやっています。で、コウモリは今串方向ですかね、ここをぐるぐるっと、回収していって、最終12時区画に今到達するところでフリーズを使って、施設を止めて、あとは、そのまま全部壊して全開まで持っていくと、まあ、いう形ですね。中心部に入った手持ちのペッカと、あと、援軍でもらったペッカの合計5体がね、こうしっかりねこう生き残っている。でコウモリも全部やられずに回収を手伝っている、まあ、この辺りだけ見てもなかなかねこの戦術のその強さっていうのが分かると思います。相手一応防衛カンストですからね。でですね、ちょっと今私が、攻めたアタックで、入りのところだけ、ここね結構苦戦する方が多いなと思っていて、入りを失敗しちゃうと最後まで当然いけないんでね、ほぼこの攻めは入りが全てだというふうにすら思うので、ちょっとこの辺っていうのをよく解説していきます。ここ12時じゃないわ、3時方面のところを私ババキンでこうカットしてますよね。これで、これなんでかっていう と、防衛施設がこういうところに、ね、大砲があったり、あと、相手のバーバリアンキングがいたり、こういうところにまたね、アーチャー塔があったり、まあ、しているので、これを潰したいっていう意図も、まあ、もちろんあるんですけども、それよりもね、この辺りにあるこういう邪魔な施設をカットしちゃいたいんですよ。そうすることによって、この辺が全部ね、さら地になってくれれば、この区画を利用して中に入れていったボーラーとかペッカがみんなこっちだったりこっちだけを向いて攻撃しながら進んでいきますよね。もしも今ねこの車線つけたババキンのカットがこれだけ十分なカットができなかったら、こっちにボーラーが石投げたりするじゃないですか。見にくいかな、こっちね、こっちにボーラーが投げちゃう石をね。そうするとすごい無駄な時間を食うので、今この入れたボーラーとかペッカを取らさないようにするためっていうのは、まあ、もちろんそうなんですけども、それに加えて、ボーラーとかペッカーと進行方向を限定することによって、よりね、陸パートが効率的に前に進むように、まあ、そんな意図があって今この、三次方面はババキンでカットをしています。これ結構ねもったいないなって思っちゃう人いるかもしれないんですけども、
まあ、いろんなうまい方の攻め見てると結構やってる人が多いのに気づくと思います。まずサイドカットが奥深くまでしっかりできる、かなり長い範囲をカットババリアンキングしてくれるっていうことが、どれだけのね、その後の主力部隊の進行を助けるか、これ意外とねやってみると癖になるぐらい便利なサイドカット方法なんで、バーバリアンキング使ったサイドカット、ここねぜひ注目してもらえたらと思います。であとはさっき言ったようにコウモリを出してからトームをかけることによってターゲットがみんな中心向いてますよね。なんでコウモリが全然ダメージを食らわずにガン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 とこ前に進めると、まあ、いうところでこのまま全開に持っていけるというところですね。はい。で、1つ目の攻め、少しね長くなりましたけども、まあ、基本的なところを、お話をさせてもらいました。で2つ目、こちらはシュンヤさんが攻めてくれたザンクロスですね。でちょっとまあ配置の特徴的には、ウィズトがねこの6時方面にめっちゃいっぱいこう固まってます。こことあとここかな、こんだけ固まってるんで、まあ、シュンヤさん今回星2をしっかり取りながら、全開を取ると、まあ、クラン対戦リーグですんでね、星1は絶対取れないっていう中での攻めだったので、オアスライ向けですね、6時方面からこうクイヒーをスタートすればそんなにこの辺、強力なダメージを与えてくる、施設もないので、クロスボウとかね、まあシングル IT に当たりましたけど、まあ、それぐらいですね。ここはフリーズでしっかり止めて、でそのままレイジに乗っけた着衣で処理していくという格好ですね。で、マルチインフェノタワーも実はこの配置1個もなくって全部シングルなんですよね。シングルなので楽々とここはコウモリを回せていける、まあ、そんな、算段があって今回のねこの戦術を選んだんだろうなと思います。ただまあ陸パート今出していきましたね。ライドラで、しっかりこの辺り、4時方面こうカットを入れていきながら、この隙間にこうペッカとボーラを通していきます。で、ギガテスラに関しては多分ねここギガテスラのところにもペッカとかボーラ持ってきたかったんだろうと思うんですけども、ちょっとそれはうまくいきませんでしたが、まあ、壁のね、向こう側っていうかこの辺からこうアタックできますしね、まあ、結果的にはアーチャークイーンもそこに攻めに加わって、まあ、こんな形でギガテスラはしっかり落とすことができましたね。で今コウモリを、スタートしています。3時方面から、スタートしていって、ぐるっと、まあ、イーグル砲のところ12時まで行って、そのまんま、あとはもう、複数体一気に焼いちゃうね、そういうマルチ攻撃の防衛施設がないので、範囲攻撃かな、そのまま最後のアチャ島まで削って、お掃除に加わるというところですね。まあ万能ですね本当に。やっぱり、クイヒー、まあ、ヒーラーをつけたペッカボーラーっていうその編成がそもそも何度も私多分何ヶ月も前から言ってるんですけども、相性がいいんですよね。ペッカヒーで盾役になってくれた後ろからボーラーとアーチャークイーンがどん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 その壁の向こう側っていうのかな、の施設を壊していってくれる、そういうねかなりその相性のいいこの陸の組み合わせで、ちょっと弱点になっちゃうのがやっぱり、進行が遅いのでね、なかなか、外周にある防衛施設、まあ、攻めるところから見ての外周にある防衛施設っていうのを壊しにくいんですけども、そこをしっかりとね、コウモリで壊していくというね、まあ、非常に理にかなった戦術なんで、まあ、いろんなこういうテンプレ陣でも簡単にねもう突破していけてしまう、そこがね見てもらえてわかるかなというふうに思います。まずはこんな配置でもいきますね。今回もタウンホール、こちらは11のアタックになります。ギガテスラがレベル5であって、これインフェルノタワーは3本ありますね。なんでまあ大砲とかは弱いけどもほぼほぼタウンホール12レベルの、施設防衛施設レベルなんですけども、それに対してこの、クイヒーペッカボーラープラスのコウモリという戦術で会長さんが攻めてくれてますね。まあ、今回のプランっていうのは、ここですね。今、クイヒーをスタートしましたけども、クイヒープラスペッカボーラーっていうのを一気にねこの2次面1次面かなから出していって、ここを一気にこう殲滅していきます。こんな格好で、あこの辺もそうかな、うん、殲滅していって、で残ったところをコウモリでぐるーっと回すと。でこの、配置を見てもやっぱりですね、
分かるのは、範囲攻撃の防御施設っていうのがウィズ島ぐらいしかないですね。なので、それさえ潰してしまえばあとはコウモリで回せるだろうということで、ウィズ島をね、ギガテスラ側にこう配置してあるすいません、その配置の特徴を見抜いて、まあ、今回のようなね、戦術を選んでます。結構ねギガテスラの爆破ダメージだったりとか、あとインフェルノタワー3本っていうのは相手にしにくいんですけども、まあその相手の配置の弱点を見事についていますよね。で中心部分にアーチャークイーンたちが入ってきて、まだペッカがタゲ取ってくれてますね。でそのまま、外周をコウモリでこう回し始めていって、最終的にはこのコウモリが、全ての防衛施設を潰してくれて全開というところになります。まあ、やっぱり範囲攻撃ができるその空対空防衛施設、これがないともうコウモリは止められないですね。多少今コウモリ二手にこうばらけちゃってますけども、ばらけてしまっても全然もう問題がないレベルですね。最終的にはこのウィズ島に焼かれるところを、ああなるほど、バルーンでこれはここねカバーしましたね。ウィズ島最後1個あったんですが、そこバルーンでしっかりリカバリーして、でそのまんま回収して全開と、お見事ですね。あのタウンホール、まあ、配置が少しマルチ IT がなかったとかいう、まあ、そのラッキーな面はあったにせよ、タウンホール12レベルの施設をね、11がこう、あのなんていうのか、余力結構ね、ヒーローがまだアチャク移動、グランドホールでいますからね、こう残して全開していくっていうのはね、なかなかですよね。まあ、これも当然刺さる戦術を、見極めて使ったこの会長さんの、なんていうのかな、選択力と、あとはそれを実行するプランニング力ですね。お見事です。普段あんまり会長さんこの攻めは使わないんですが、あのそれでも、そんなにね特殊な技術を使わないんですよね。基本的な技術を持って維持さえすればこれ、全然できる戦術ですしね。そういうところがうまかったですね。で最後は、こちらですね、Kさんが攻めてくれたこちらですね。これ最後見て終わりたいと思います。結構ね最近増えてきているんじゃないですかね、こういう配置で。今回の相手はタウンホール11対11なんですけども、インフェノタワーが両方ともこれマルチですよね。これね、ここをねどう処理していくかよく見てもらいたいと思います。基本的にこういうサザンクロスみたいな配置っていうのは、陸パートで、主要な、防衛軍だったりね、アーチャークイーンだったりとか、処理したい施設を決め打ちしていって、あとは、残った外周というのかな、残った防衛施設を、コウモリなり、ラバーバルなり、あとはホグライダーでこう削っていくっていうのがオーソドックスなんですけども、今回、K さんはコウモリを、選択していますね。でなかなかね見た感じ対空防衛施設もこう、あ対空の範囲施設かな、ウィズ島とかもそんなに偏って置かれているわけではない。でもまあそれでもできちゃうっていうところですね。でまず1個目、ここエイストバルーン、バルーン6体ですかね。で一気に順次側のマルチ IT を追っていきますね。これホーミングとか、赤爆弾があったんですが全然お構いなしでしたね。でまずこれで怖い、対空の範囲攻撃を1個潰して、で次は、3次方面からバースターですね。バースターを入れていって、それでインフェノタワーを追っていきます。これお得ですよね。マルチ IT を確かにバースターに弱いので、このバースターの入れ方、こういう配置に対してはこの区画の中を潰すのにバースター使うのがうまいですね。で中から出てきたペッカが、相手のアーチャークイーンを撃破。無駄がないですね、これも。まあすごい。でクイヒーは、ね、これ合流目指してたのかな、どっちなのかちょっと分かんないんですけど、結果的には合流しないでね、今、9時方向に12時を経由して向かってましたね。でコウモリを満を持して、4時から出していって、あとはウィズ島なんかもねしっかりこうもう陸ユニットがターゲットを取ってくれてたんで、もはやフリーズいらずでしたね。でそのまんまフリーズとアーチャークイーンのクロークを残して、もう圧倒的な全開ですね。いやーうまいなと思います。
ちょっとねこの K さんのアタックはもう一回見てみませんか。見てみませんかって、いや私がやるんですけど見てみたいですね。やっぱりね小技がかなり光ってます。まず、怖い施設っていうのがどこにあるかですよね。怖い施設はこれ、マルチ IT とイーグル砲、防衛援軍、あとはウィズ島、この辺ですね。だいぶ怖い施設がいっぱいあるんですけども、これをね、どう処理していくかっていうのがすごいうまいです。まずは防衛援軍はジャイで釣って、で、アチャクイの、クイヒで処理するんですが、このクイヒ処理もねうまいんですよ。これ今アーチャーとかが結構バラバラ出てきてこうポイズンしたくなりますよね。でも我慢してるんですよね。で、ヒーラーに竹取らしてからウィザードでアーチャーを焼いて、でさらにポイズンはネクロマンサーにしっかりかける。ここですよね。ネクロが残っちゃうとだいぶここで時間も食うし、最悪アチャ食いがやられかねないのでね、そこをしっかりケアしてるところがほんとうまいです。で、アーチャークイーンはこのまま、イーグル砲の区画に向かわしていって、で、それをするのと同時にこの一時方面の、ね、施設をしっかりカットしておいて、ここですね、ヘイストバルーンでまず怖い施設1個、マルチ IT を処理で、さらに、アーチャークイーンはレイジに乗っかって、やられることなく前進していきます。これアーチャークイーンがねこういう格好で1回中に入っちゃったら、あとはぐる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 回られちゃうのかもしれないですね。この配置ってK さん適宜レイジは使ってるんですけども、かなり上手に食い火回してますよね。で今ここですね、相手の怖いインフェノタワーマルチ2本目をバスターで折っていきながら、中に入っているペッカでここ相手のアチャクイを倒していくと。あ、これ手持ちのペッカがここまでいったのかな、ちょっと見落としちゃいましたけどもね。でもどっちのペッカでもちゃんと潰せてるので、よしとしましょうで、これで怖いのは、あとウィズ島3機ですね。なので、しっかりねバーバヤンキングとか、あとこうアイスゴーレムも1体出してますよね。これでしっかりウィズ島のターゲットを取って、鍵を取っている間にコウモリがウィズ島を刺していくと。これもうまいですね。アイスゴーレムってやられるまでは鍵を取り続けるし、やられてからもフリーズ効果を発動するんで、なかなかねターゲットがコウモリに向かなくなるっていう利点があるんで、今みたいなね小技っていうのはコウモリ使いたい人はぜひぜひ覚えておく方がいいですね。壁際にあったりするような、ウィズドを止めるには本当にアイスゴーレムって便利です。今みたいにね2個いっぺんに止めるなんてことができたら相当価値が高いんでね、使ってもらえたらと思いますが、こんな感じですよね。いろんな施設ありましたけども、マルチ IT からシングル IT から、配置にしてもいろんな配置がありますけども、何でもこれ潰せちゃうっていうね、この万能性ぜひぜひね皆さんも、使うコツ今何点か動画の中でお話ししましたが、サイドカットをしっかりしてね、ペッカとかボーラを反らせないこと、あとはマルチ IT とか、ウィズ島に関してはしっかりと陸部隊で破壊ないしは、フリーズでケア、うまい方なんかは今のねこのケイさんみたいにヘイストバルーンとか、あとはウォールバスターとかねを使って、処理していくっていう手もあると思いますが、そういう風な形で怖い施設を潰してからコウモリを回す、この考え方ね、ぜひぜひ今回の動画から、参考になる点がね皆さん見つかれば、嬉しいなという風に思いますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。はい、というところでね、本日は失礼したいというふうに思いますが、よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。よろしければね、ぜひカンクラにも遊びに来てください。では、本日は失礼いたします。バイバイ。